が多いですけれどもね、この上から逆に見ると、しまして徳川家康公が立っているご無事らで、こちら江戸城に入城することとなりました。左前方20の白壁の櫓がご覧いただけますが、辰巳櫓です。江戸城の鬼門に位置することから、このように櫓が設けられました。そしていかがでしょう、お堀沿い、こちら柳が風に揺れていますね。まだちょっと前までは枝ばかりが目立っていたんですが、桜の開花とともにこの柳も葉が芽吹き始めました。まだちょっと前まではまだまだ鮮やかな芽吹き始めの優しい萌木色に包まれた柳の木です。はい、こちらソメイヨシノよりも少し開花が早いものなので、このようにもう存分にお花楽しんでいただけます。流れ落ちるようにね咲き誇るこのしだれ桜、あの桜の木の下でお写真撮ってる方もたくさんいらっしゃいますね。ちょうどこう自分にかぶるように撮影していただくことができるのでおすすめスポットです。左側の門は大手門といいまして、江戸城の正門であった御門でございます。天台山主伊達政宗公によって作られたこちらの御門でございますけれども、現在は皇居東御苑への入り口の一つとして利用されています。皇居東御苑は入場無料でどなたでも自由にお入りいただけるスポットなので、今日のような暖かい日には散策のおすすめのスポットとなっています。白い建物の上に赤白の鉄塔が立っていますが、東京消防庁です。鉄塔のてっぺんまでの高さどれぐらいあるんでしょうか。こちらの高さはですね、実は数字語呂合わせをしておりまして119メートルなんです。どこかで聞いたことがある数字ですね。ここにお楽しみくださいませ。そして右側です。ガラス張りの建物がパレスサイドビルです。上を見ていただくと毎日新聞社と入っております。毎日新聞本社が入っているところです。実はここテレビドラマの撮影などでよく利用される建物なんですね。屋上部分でよく撮影が行われています。そして渡ってまいりますのが竹橋です。竹で編んだ橋が架けられていたことからこのような名前が付けられました。では皆様、この辺りから本格的に桜をお楽しみいただけるスポットに入ってまいります。右側東京国立近代美術館、すごいずっと桜が植えられています。なんででしょうね、お城と桜ってすごく似合いますよね。なんとなくセットのような気がします。そしてこの先に乾門という門が見えてくるんですが、一瞬ですが皆さん頑張って門の奥覗いてみてください。乾通り皇居内の桜もとっても綺麗なんです。はい、ちょっと信号で止まりましたので通過する際にね、ぜひ覗いていただきたいと思います。ちなみにこの右側は北の丸公園です。北の丸公園の入り口のところですぐその左側の桜の木なんですが、ここのように桜は見るだけではなく隠して楽しんでいただくこともできるんですね。ここは毎年千代田区の桜祭りが開催されてきた場所ですが、今年も残念ながら桜がこう流れ落ちるようにお堀に向かって咲き誇る、はい、代表的な景色でございます。芝の緑と桜の、ね、花が調和して、で左側にすみません座っている方はちょっと見下ろしていただくと菜の花も下に、はい、黄色く彩りを添えております。いかがでしょうか。はい、ではここから先はイギリス大使館前ですね、通過をしていきましょう。あの桜はいろんな歌にも歌われてますしね、句などでも読まれておりますけれども、花という句があります。皆様も桜思い出は一つ二つとあるんではないでしょうか。
ではここから両側に桜をお楽しみいただきましょう。左側は千鳥ヶ淵公園、そして右側がイギリス大使館でございます。右側こちら月が途切れたところで大使館の建物がご覧いただけます。イギリスの国旗とともにご覧くださいませ。さあこの右側一帯イギリス大使館の中、敷地内にも実は桜たくさん植えられているんです。当時講師を務めておられたアーネスト佐藤氏によって植えられました。この辺り一番見頃ですね。左側満開です。で木の下で見上げてお楽しみいただく、そんな楽しみ方もありますが、この高い位置からご覧いただくと、今日はこの千鳥ヶ淵公園もたくさんの方でにぎわいを見せておりますね。お花見日和といったところでしょうか。はい、この辺りも存分にご覧いただけます。桜の花、ね、あの皆様桜の香りってなんとなく想像つきますでしょうか。いかがでしょうか。ご覧ください。関東門です。現在は御所に通じる門ですので、ここは天皇皇后両陛下が出入りされる際にこちら利用される門です。高台から見下ろしていただく左側桜田堀もおすすめなんですが、今日は皆さん右側もご覧いただきたいと思います。お取り次ぎ以上です。目の前のおりません。ここは京都の方角に面していることから、実はこの右角あたりがかつて彦根藩井伊家のお屋敷があったところなんですね。井伊家のお屋敷からこの国会議事堂の見学に来てもあまり皆さん興味が持たれないですね。では向きを変えまして、こちら左側が国会の前で、前庭の様子、こちらが和風庭園になります。四川回遊式という形の庭園です。こちらの内部もね、ゆっくりと散策いただける庭園が整備されています。実は東京の中心、今もう皆様にずっと見てきていただいて桜が植えられているんです。色の濃いこちらのピンクの桜は陽光桜ですね。そしてこの先ちょっとピンク色が入っている白っぽい桜、この辺りもだいぶ花落ちてるんですけれども、これ伊藤桜というちょっとまた珍しい、ね、品種になります。ではこちらから右側の建物が財務省、そして交差点挟んだ右前方がどうでしょう、歩道を見ていただいても圧倒的に少ないですよね、歩いている方、はい、なかなか平日でないとここは人がおりませんのでね、お休みの人、平日では人口差の激しい街でもございます。そして右側農林水産省、そして右前方半分窓ガラスの少ない作りになっている建物が裁判所合同庁舎です。もともと実はこちら歴史を遡れば石垣と堀は続いていて、この通りっていうのは昔はありませんでした。この道路が建設されたのは日露戦争の後です、はい、でその時に凱旋を行うためにですね、通りを築いて橋を架けたことから岩井田橋というような名前が付けられました。ではこちら日比谷交差点を通過いたしまして、日比谷から有楽町エリアに入っていきます。さあ正面に通行止めという歩行者天国と全国掲示板出ておりますが、今日この先銀座通り歩行者天国開催されているため、メインの銀座通り入ることができません。正面でございます。ここから西銀座へと迂回をさせていただきます。西銀座も銀座には負けない、こちらやはりショッピング街となっております。この辺りアンテナショップの
なども多く集まるところです。信号を渡ってすぐのところ、右側、右側の方、シーサー見つかりますか？黄色のシーサーが迎えております。沖縄のアンテナショップです。そしてそのお隣には高知県丸ごと高知と書いてあります。そしてさらにこの道路の下右側には茨城県のアンテナショップ。そしていかがでしょう。右に左に右に忙しいですね。ではここでまた向きを変えて皇居側へと戻っていきたいと思いますが、もう一度この先ガード下通過していかなければなりません。今度は制限坂が設けられているガード下なんです。なので改めてここで皆様にお願い、ご案内をさせていただきます。向きを変えてすぐにガード下やっていきますのでね、お気をつけください。では、近づいておりますが、いかがでしたでしょうか。皆様、目を閉じてしまった方いらっしゃいませんか？大丈夫でしょうか？はい、では無事通過をでございます。きまして行幸堂です。では変わって左側です。ここ皇居の背景にほとんど高層ビルが入らない、もう今の東京とはちょっとかけ離れた風景がご覧いただくことができるスポットなんです。ロール一つの3つ型のスターバックスコーヒーというところでございまして、今あの SD に来ました東京ステーションホテル、現在日本クラシックホテルの会に所属している貴重なホテルの一つです。では左奥もう一度東京駅ご覧ください。さあ、日本クラシックホテルの会というのは全部で今全国で9カ所、はい、明治時代からですね、ずっとこう営業を続けたり、まあ、大正時代に開かれたホテルもありますけれども、そういった歴史あるホテルの中で開業当時の建物を訪れております。帝国劇場の横を通過です。日本初の西洋式劇場としてオープンを迎えた劇場でございます。そしてこちら泊まれの看板がついているところ、左右の通り、細い通りが丸の内中通りといいます。現在こちらからのドライブですが、季節によってもまた街の見え方大きく変わってまいります。なのですね、季節を変えてまたコースを変えての再度のご乗車、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。到着いたしましたら忘れ物ございませんように、ところでこちらのシート回収をさせていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。今日は日中20度超えとね、暖かい気候になるということでございましたが、いかがでしたでしょうか。引き続きバスを降りられました。この後も春の彩りに包まれた東京でのお時間、お楽しみいただきたいと思います。本日は日の丸自動車のスカイバス、ご乗車いただきまして誠にありがとうございました。